はい、皆さんこんにちは、こんばんは。今回もね、ちょっと中国発送の品物がね、届いたんでご紹介したいと思いますね。今回はね、この30センチ ×22 センチのね、巨大封筒で送られてきたんでね、何を注文したかね、ちょっと本当本人もびっくりしたんですけどね。まあそういう形でね、中を開けてみるとね、結構ちゃんとしたこのケースの中にね、収まってましたね。これ7.1 チャンネルのサウンドカードいうやつなんですけどね。まあ最近早くてね、6日目で到着しましたね。価格はね、送料込みの150円ですね。言うんでね、まあこれはUSB にね、接続して使うサウンドカードですね。一応 7.1 チャンネル言うんでね。まあ出力はね、あんまりまあ関係ないんでね、私の場合はこれマイクのね、ノイズがね、結構ひどかったんでね、それをなんとかしようかと思ってね、調べていたら、まあパソコンにね、直接挿すとノイズがね、出るように悟りましてね、この USB の何ですか、サウンドカードにをね、挟むところ、ノイズがね、少なくなるようを発見しましてね、で、これでちょっと購入してみましたね。言うんで、まあちょっと後でね、検証したいと思いますね。はい、ということでね、入力に関してはね、まあ無音の時に雑音は入らないですね。まあこれだけでもね、結構ありがたかったですね。あと音に関してはね、ちょっとないんですかね、音量がね少なめに出るんで、これかえってね、大音量のね、入力の時にね、大きいスピーカーなんかにね、録音の時にこれ役に立つんじゃないかなと思いますね。まあ次ね、ちょっとまあ出力側のね、ちょっとテストをしてみたいと思いますね。はい、ということでね、まあ、出力に関してはね、結構相性があるみたいですね。これね、イヤホンなんですけどね、これケンウッドの XX シリーズですね。こいつで鳴らして、こいつ、それとね、このケンウッドのヘッドホンですね。こいつはね、もう、高音とね、中音しか出ない、低音がね、全然ダメでしたね。で、まあ、IC レコーダー直接録音した場合はね、ちょっと全体的に音がね、なんかこう、メリハリのない音になりましたね。あと、自作のね、卓上スピーカーの場合はかなりね、結構いい音が出たんでね。これ、まあ、出力に関してはね、結構この相性がね、あるんじゃないかなと思いますね。まあ、あとね、本体に関しては、これ、ボリュームのスイッチがついてますね。あと、まあ、マイクとか、出力のね、これ、オンオフのね、スイッチがついてましたね。ということでね、かなり私の場合はね、これもうマイクのね、入力の、ノイズ防止ということで買ったんでね、かなり役に立つんじゃないかなと思いますね。本日は以上になります。ありがとうございました。失礼します。